地に来ております。いや、なんか寒いですね。もう秋ですか。はい、オフショアでイラゴはメンツルなんですが、裸で入ってるとなんかもう見るだけで寒いですね。ちょっと割れづらそうな雰囲気です。さあ、みんな大好きロコポイントでございます。波数少なそうですが、管理棟前ぐらいからちょっとありそうですね。これいい時間帯ありそうですね。上げ込み紙ナップあるか。さあ、おはようございます。どうもジンです。皆さんサーフィンしてますか。はい、ということで、もう私長袖着ております。はい、今日はね、北西風が吹いて、北西風じゃないね、北東風で北風混じりの、イラゴなんですけれども、もちろんオフショアメンツルで、波は最高なんですけど寒い寒いということで、はい、今ロコに来てるんですけど、もう少し潮欲しいですね。まあ、今から揚げ込みなので2時間ぐらいちょっと揚げ込み狙いながらやっていきたいと思います。人はまばらで、なんなら全然人いなくて乗り放題系ですけれども、ちょっと行ってこようかなって感じですね。まだいい波は少ないですけど、管理棟前ぐらいからライト、パキパキのライト割れてるんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、今日は PU 乗ろうかなと思ってます。はい、まあ村たらしのチャンネルででもね、言ってましたけど、カーボン乗りすぎちょっと注意なんじゃないかなっていうのも、自分的にも自覚ありまして、これコメント欄であったのかな、村たらしのチャンネルの。普段あの PU で練習して試合とかはね、カーボン乗ると、なんていうんですかね、こうダンベル効果っていうんですかね、普段こうダンベルをつけて生活してると、その分トレーニングになって、試合でね、ああいう軽い板を使うことによってさらにパフォーマンスがね上がるという戦法もいいんじゃないかみたいな話も出てまして、確かになみたいな、ちょっと俺も乗りすぎてんじゃないかなみたいな感じもありつつ、ただ今日の波を見るとブレそうですけどね。まあでも PU 乗っていきたいと思います。はい、久しぶりにプライム出したいと思います。ではちょっと着替えて行ってきます。あの、皆さんご存知の方もいると思いますけれども、先日ですね、このロコポイントでですね、サーファーが流されて、ちょっと帰らぬ人となってしまいました。はい、まあかなりね悲しいニュースなので、まあちょっと特別取り上げたりとかはしないんですけれども、ちょっと飲酒をね、してしまっていたそうです。ちょっと僕はこれ不確定なんですけれども、まあそういった話が飛び交っております。はい、まあロコポイントはですね、シャワーもありますしね、芝生ゾーンもあって、こうなんかこうまったりできるようなポイントなんで、ちょっとそういう風に開放的になってしまう部分もあると思いますけれども、まあ僕とかはですね、まあサーフィンやるにおいて、まあもともとお酒も飲めませんしね、はい、あのそういったことはしないんですけれども、まあサーフィンっていうのはやっぱり危険なスポーツっていうのをですね、まあ再認識できたなと思います。はい、まあなので、まあロコポイントに限らずどこのポイントも同じだと思いますけれども、まあ自分のね、技量を過信せずに、そしてこのね自然を、まあ舐めてはないと思いますけど、この自然っていうのはですね、人間の力じゃどうにもならないっていうのをね、今一度、自覚したいなと思いました。はい、まあご冥福をお祈りします。まあそれとともにですね、ちょっとこのロコポイントをサーフィンしていきたいと思います。やっべ、めっちゃいいのに入った、やばいですね、行ってきます。今日はプライム、プライムデーでございます。ふぅ、やばやばいのに荒れてます。あ、水ぬる、水ぬる、イラゴ半端じゃねえ。おわ、thank you.
はい、お疲れ様です。今ですね、とりあえずちょっと雷鳴りそうだったんで一旦上がってきたんですけど、全然まだまだいい波ですね。一本ちょっとどんな風に動画撮れてたかわかんないんですけど、多分もう皆さんね見てると思いますけど、一本ね、久々にチューブ入りました。しかもディープ。俺一瞬抜けれないかなと思ったんですけど、板なのかな、 PU でシングルコンケーブ深いので、もうあの一番こう一番でビハインドのゾーンでこうグーって待ってシコーンって抜けれたんで、フォームボールのところがちょうどこううまく引っかからずにスタックせずに抜けれたなって感じしました。ロコでは僕今までこう抜けた中ではあのサイズでまあまあディープだったなと思います。はい、いや GoPro 持ってってちょっといい感じに撮れたのかな、ちょっとわかんないですけど、もうちょっとチューブその後狙ったんですけど一本しかなかったですね。はい、やっぱりロータイドの今ロコがいいみたいで、もう僕上げ今これもうタイドが上げに向かっちゃってるんで、だんだんコンディションが落ちていくかなって感じだったんでちょっと早めに切り上げたんですけど、まあ今から新日かどっか行ってちょっとサーフィンしようかなって感じですね。はい、まあロコもう一回やってもいいんですけど、もうちょっとやりちぎったかなみたいな、もうなんかなんとなくロコのまあ一本抜けれたんでね、とりあえず。はい、じゃあちょっと着替えてポイント変えようと思います。はい、さあ全日ポイントちょっと引きすぎですかね。新日は人多そうだけど、ああ全日のこのライト良さそう。東うねりのこのライトやばいね。おお、これ楽しそう。さあ新日、新日が楽でいいんだけどな、なんかあんま良くないっすね。さあ新日来ました。前日見たんですけど、まあ、前日ライトだったんでちょっとレフト練習したいなと思って新日来たんですけど、レフトありません。はい、まあなくはないんですけど、なんかあんまりパットはしないですね。とりあえずまあ相変わらず PU でね、プライム、お、これなんか雷鳴ってんのかな、ゴーンっていうと、テトラポットの音なのかちょっとよくわかんないけど怖いんだよねあれ。でもなんかうねりがやっぱりまとまってないんで、なんかまだまだって感じですね。もしかすると今日夕方良さそうですね。はい、まあ僕は夕方ちょっと仕事があるのでちょっとサクッと今から1ラウンドやって今日は終わりですね。まあチューブ抜けなんであとはもうコンペティションサーフィンして、終わりたいと思います。はい、あでも今日は人少なくて最高です。行きます。新日
日だいぶサイズアップしてきて、セット入るとちょっとクローズまではいかないですけど、ジャンクになってきましたね。さあ、そろそろ覚醒ポイント行ってみますかね。今日はちょっともう1ポイント行ってみます。わー、インサイドブレイクしてます。さあ、今八八ポイントに来ております。おっと、あのインサイドやばい。もうちょっとうねり反応してるかなと思ったんですけど、ちょっといまいちなんで、まあ今日はちょっとこれにて撤収かなってとこですね。はい、まあちょっと仕事も入ったので。はい、なんか飛んできた。なんだあれ、すげえでかいヘリコプターみたいなの飛んできた。あれガチのヘリコプターだ。あれ、あ、ガチヘリでした。オスプレイじゃない。あ、あれ垂直離着陸機ですね。オスプレイっぽいですね。初めて見たけど、うわっ、うわ、これちょっと夕方いいかもな。八八ここ地形いいっすよ。今ライトちょっといい感じに割れてますが、アウトもねうねり入ってきてるんで、うわー、ちょっと気になるけど、もう今日粘れないんで、もうこれにて退散です。はい、ちょっと僕のおすすめのつけ麺食って今日はもう仕事できます。バイ。塗って滑る、いってらっしゃい。